エクストルーパーズ。ティキ、彼方に見える流れ星の色を告げなさい。紅でした。紅の色をならば、時の到来。さあおいでなさい。いけません。意志の色、輝きがあんなに。やるしかないな。やるか。結構だ。色を、意志を集めて。いいぞ、ロレンス。王座、俺のど真ん中を打ち込んでいけ。約束したろ。もうはぐれるなよ。帰ろう。女神様、スブリマトムが近づいている。スブリマトムが。ええ、あなたが示すのです。私が。セルカ様。そう、我らの進むべき道を。誓います。紅の意志のもとに。そんなこんなで、僕たちの知らないところでとんでもないことが始まる兆しが見え始めてた。でもそれが僕たちの冒険とあれほどまでに関わることだったなんて何も知らなかった。そう、僕たちはまだ何も知らない。入隊式では特別編入隊員の先生があります。取り行うのは誰か。クーリス・ランドバードが取り行います。彼か。結構。クーリスの先生に続き新入隊員の先生もあります。新入隊員の先生は結構。あとは本番を楽しみにしている。本日はこの晴れの日に宣誓を執り行うことになり、大変光栄であります。そして EDN サードという新天地で新設されたアカデミーで学び、開拓を行える喜びをかみしめながら日々成長していきたいと思います。さすがエリート。あれ、テックベースから来たクーリスだろ。違うよな、雰囲気。エクスサーマルっていうの。やっぱ来てるやつは違う。エクスサーマルって見えんの。新入隊員の先生もあるんだろ。誰だ。なんだ、来てねえやつ。気持ち悪。新入隊員先生、ブレンターナ、前へ。はい。ああ、本日はこの晴れの日に宣誓を行うことになり、大変光栄であります。んで、アカデミーで学ぶ喜びをかみしめながら。ブレンターナここにあれと噂になるような、銀ギラ一番星を俺は目指す。
銀ギラ一番星か。懐かしいな。結構結構。以上、入隊式を終わる。各自ベースに集合。今後の指示を出す。了解であります。んだよ、なんかおかしいか。ああ、いやごめん、あんまり見たことのないタイプだなと思ってさ。そうな。ところで誰さ。そうだね、ごめん。俺はブレンターナ、よろしくな。ああ、僕はルワンフォレスト。少しだけど先輩さ、何でも聞いてくれ。そんなこんなで自己紹介。これが僕、ルアンフォレスト。ああ、よろしくな、先輩くん。先輩くんね。でもさ、すごい自信だね。あんな先生、僕にはできないや。はじめが肝心だって。先制攻撃って言うだろ。はあ、行こうか、新入り。貴様ら！ベースに集合と言ったはずだ。早く来い。了解であります。はい、さあ行こう先輩くん。それと、何、新入りじゃない、ブレンだ。忘れんなよ。そんなこんなでこれがブレンとの出会い。まあ運命なんて信じてないけど、今から思うとこの時とっくに僕たちの冒険は始まっていたってことさ。もたもたするな。ここが今日から貴様が入ったアドバンスベースだ。うわぁ、すっげぇ、バカでかいな。よそ見をするな。ウィズ、いるか。はい、お呼びでしょうか、ウォルター教官。基礎訓練が始まるまでこのバカな相手をしてやれ。その間、私は教官室にいる。お任せください。では、改めまして、運営 AI のウィズと申します。アドバンスベースについては、私がご案内いたします。俺はブレン、よろしくな、美人のお姉さん。ありがとうございます。その調子で、皆様にもご挨拶なさってはいかがです。挨拶？ええ、何事も最初が肝心と言いますし。なるほど、それもそうだな。んじゃ、話しかけてみっか。
Wow.